5月11日のケリヒメスイーツ。そう、本日火曜日、経験値ステージが出てますので、ここを回っておきましょう。レッツゴー。今日はね、初志貫徹でいくよ。経験値を、武器の経験値をとにかく稼ぐ。そして 50% オフの時にできるだけ武器をどんどん強化して経験値を稼いでおこうのコーナー。最近覚醒武器とかも上がったからね、おかげで結構な経験値を稼げるようになったよ。後半になってくると、キャラを強くするためにはやっぱり覚醒武器の入手が結構重要になってくるかな。単純に強いってのもあるんだけど、で経験値の必要性もあるし、ステータスの増加率もいいんだけども、やっぱ経験値のポイントをたくさん突っ込めるってあたりがいいっすよね。経験値がどんどん溜まっても使い道がないっていうのがね、だいぶ悲しくなるんで。よくやったわ。さあ、先ほど1回裏で回って約10万稼いで、また10万入ってと。ちなみに武器経験値4倍はつけています。そのうち4倍よりも多い5倍とか6倍とかのあったりするかな。なんかアイテムを使って、そのアイテムを使った時はポイントが増加するみたいな、そういうのはそのうち出そうだね。そういう課金アイテムが出るだろうか。まあ出たところで使いませんけど。経験値のやつじゃないけども、ドロップ増加系が多少それに近いところはあるね。ドロップ増加のやつも一回も使ったことないな。まだあれもね、あのコインとかチャレチケとか、チャレチケはなんかちょっと意味合いが違うから、省いていいかな。せめてコインだよね。コインでドロップ率増加とかさ、コスパは悪くてもいいからね。コインもアホほど余っちゃって使い道がないってプレイヤーも多いだろうから、そういうところでね、使い道をね。お、2万5000入ったね。なるほどね。一応経験値は、経験値も伸びるんだ。これ使ってなかったから知らなかったけど、単にドロップアイテムだけではなく、まあそれを使えば一発で、それこそ99万9999とか稼ぎ出すことも可能だけども、そんなもったいないことは誰もしない。こんなね、軽くチョンってね、ボタンを押すのを数回するだけで一周できるんだ。達成報酬系で何々をいくつ集めようとかね、そういうので大変なやつとかをドロップ増加で一気に集めるって人はたまにいるけど、まあ、ある意味お金で時間を買うって感じですよね。ブレチケ、課金で買ったブレチケ、無料でもあるけども、無料でブレチケが手に入る機会っていうのはなかなかないからね。ケリヒメもなんかマンスリーパスみたいの作ればよかったのにね。ないよね、多分。俺が知らないだけで実はあるとかないよね。最近のなんかそういうソシャゲ系は増えたよね。マンスリーなんてたらってやつ。よくやったわ。ケモフレ3とか俺、月のパックのやつやっちゃってな。月3000円ぐらいのかな。まあ月3000円だったらいいかなっていう。ガチャごとにね、1万課金とかね、そういうのはもうできないけど。あとなんだろう、紛れ子の月パスはやってないから、あと原神だ。原神があの月の、月というか、気候のやつ。最近は、ハウジングに使うやつのレシピとか、ああいうのも増えたから、より価値を増してきたよ。さあ、このあたり適当に突っ込みますか。6000か。もうめんどくさいから、12000か。めんどくさいから、めんどくさいというか雑にも程があるね。でもね、こんなもんでいいんすよ。所持コイン数見てくださいよ。所持強化物数を見てくださいよ。こんなんでいいんすよ。もうポイントとかももう適当。メタグリとかも
余すぐらいだったらと。でもね、まだハーフメタグリばっかりだな。普通のメタグリもどんどん使えばいいのに。2000か。まあいいや、適当にポイポイポイ。いやー、この経験値を突っ込むのを連続でボンボンできるのが気持ちいい。何度も言うが、蹴り姫で一番気持ちいいのはこの強化しているシーンだよ。お、レベルアップした。久々。912になりました。結構ゲージまだあるなと思ったけども、うん、今回の覚醒武器とかいろいろ手に入って、その経験値のおかげだね。で、キャラも1レベルずつ上げることが可能と。あと何上げてあげようかな。ノア・フォンセとかもそうだし、タカが1レベル、サレド1レベル。もういるやつ全員上げちゃってもいいんだけどね。いつやの何パーオフだろう。 80% オフの時とかな。タームレにほとんど全部上げちゃったからね。上げる必要のまるでないやつまで上げたからね。まあこの辺り、ノア・ホンセはあれか、上のところに来てたか。何も考えずに上げていた。よし、こんな感じで今日はめでたくレベルも1アップしたので、ここら辺で終わりにしておきます。また明日。